ちょっと熱い。寝てた。おはよう。ちょ、コンタクトしてない。やばくない？これコンタクトしてないねえ。今日は休みなんです。嬉しい。なんかさ、ちーちゃんの人生初めてなんで楽しいよ。楽しみ、ちょっと楽しみ。今何も考えてないけどね。今何も考えてないけど。私これ終わったらもう一回寝る気がするな。寝ちゃう気がするな。やばい、ガチで眠い。やばい、これは。ガチで眠い。たさん、ありがとう。ありがとう。なんか、ありがとう。ちーちゃん、結局さ、なんかさ、やんないといけないことさ、いろいろあったからさ、3時とかまでさ起きてたのよ多分。だからさ眠い。え、だからあのね、7時にね、あの目覚ましかけてたんだけど、なんかもう何なんないの。何何事。普通にママに起こしてもらったんだけど、気づいたら、あの立って起きたら40分で。危なかった。普通に危なかった。4日目やね、今日で最後やね一旦。次21かな、次21かな。そうなんですよ。14から。本当にありがとね、みんな遊びに来てくれて。あの、あ、間違えた。本当にあのやばいからね、普通に眠すぎて。おはよう。そう、今日夕方だから。でもね、ここで調子乗ったら私お昼とかまで寝ちゃう。もうなんか起きた方が幸せになれるかもしれないね、普通に。
そうやね、ありがとう、ありがとう、ゆうさんありがとう、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 教育、嬉しい、いい、楽しみ。なんかさ、ゼップってさ広いからさ、広いらしいからさ、ちょっとなんか結構だいぶ緊張してるしてるんですよね。なんか全目覚ましが鳴り始めてる、どうしよう。本当にあの喉が喉がちーちゃん限界、頑張ります。今日ね、髪の毛どうしようかな、なんかちょっと巻いたりしたらそろそろみたいになったから、ちょっと髪の毛巻こうかなとか思ってたのよ。そう、そう考えてた。復刻演出ちゃんとやりたい。そうなの。あ、やばい、今のなんか寝そうになったら目覚ましが鳴る寝そうになったら目覚ましをなんか鳴るみたい。でも私ね、裸眼初公開じゃないけど、死ぬほど茶色い、死ぬほどちっちゃいやばくない、やばいよね。よく愛人本なくしたの、見つかったらしいか、とにかく、そうなの、よかったね。なくしたの？落とすの？落としたの？よかったじゃん、おめでとう、おめでとう、頑張って、ありがとう、頑張る。そうだね。でも私ギリギリ起きすぎて、15分配信できるか分かんないけど、ちょっと今日はね間に合わないんですよね、間に合わないんだよね。そろそろさ、なんか目がさ、なんかパチッとさ、なんか相手も良くない、私こんなに喋ってるのにこんなに喋ってるのに全然目が開かない。どない。本当に。横割りペンライトしてたからね。あ、そういうことなんだ。そういうことは、なんかさ、パイナップルの時にさ、パイナップル暗いからさ、どこかなあって思ったんだけど、そうでも分かるよ、私顔で覚えてるから。くるくるしてなくてもね、ちーちゃん気づきますからね。そうファミチキさん昨日ね、なんかあの会場の隣のさ、お店建物、なんかあのファミマあるやつさ、そうあったじゃん、ファミマあったから、みんなで着いてすぐ結構時間あったからファミマ行ったんだけどさ、なんか私は結構なんか遅い方で
ファミマから出たらなんか4人ぐらいファミチキのなんか袋持ってておもろかった。私昨日食べなかった。もう昨日は何しても無駄だった。昨日はなんかあのなんかマネージャーさんが持ってるなんかめっちゃまずいなんか蜂蜜みたいなやつあって、マジ吐きそうになるやつ、それをなんか喉痛い時に飲むやつとトローチ舐めながらなんかこうやって飲んでた本番前。死ぬかと思った、死ぬかと思った。朝マック行ったらアンピーとみほりんが入ってきた。えガチで言ってる。あちょっと目覚めそうで助かる助かる助かる、目覚めそうだわ。へえアンピー、そうなの、えどこの新横の、それは焦るね。ちょっとこっちもなんかえそうなんだびっくり、気づいてんのそれお互い、おはようみたいな感じ。みんな早くない、うちらだってさ。そんなことないか、うちら8時やばいだっけ、8時50分集合とか。はい、そうね。マヌカハニーかね、マヌカハニーよりやばいやつ、なんか中国語みたいなやつ、なんか漢字がねいっぱい書いてあるそうそうね、それをなんかあのわーってなりながらこう昨日は本番前過ごしてた。そうなんですよ、でもすごいね楽しかったんだよね。そうあのなんか企画のやつとか出させて、あれじゃんけんなんだけどさ、あれじゃん勝ちでさ、じゃん勝ちっていうかさ、あの誰もけん玉できないってなってやばいよねみたいな、どうするみたいな、まあ、じゃんけんで勝った人がやろうみたいになって、あじゃんけんで3人勝ってその3人の中からこうなんかやりたいの選んでこうみたいになって、私が一番に勝ったのね。でまあよかったって思いながらじゃペンみたいな、そうそうなんだ。けん玉なんかさプレッシャーをかけるゲームみたいな感じだったけど、なんか一番なんかけん玉のプレッシャーが圧倒的で、なんか昨日は大変そうでしたね、緊張しましたね。なんかあんま同じステージ他のグループさんと一緒に上がってなんかってことはなんかなかったない、今までないと思うからすごく緊張したんですけど楽しかったね。私57分なのでさ、まださあれなんだけど、ちょっと何事目覚ましこれさ、目覚ましだってんで聞こえてないよね。そうなんですよ、もう8時なんだけど、あよかった危ない危ない、気づいたか分かんない、あそうなんだ、気まずいね気まずいね。私自分気づかなかったら普通にさなんかさ何喋っちゃうか分かんないからさ、ほんとそんなん最悪だけどね、普通に最悪だけど、最悪だけどさ、最悪だけどさ、実は見てました気がいっちゃん怖い、いっちゃん怖いよ本当に。普通に白目向きながら歩いてるからね普段、本当やめてほしいですよね
本当に私の方がやめてほしいです。207日。掃除してる。そう、ちーちゃんね、水飲んで寝ますね。あと2時間ぐらい寝てもいいかな。寝ていいんかな。厄介からあっという間、そうね、1週間ぐらい、1週間か、1週間やね。ありがとう、みんな、あの切れるからね、これ普通に切れるから、切れるまで待つか切れるまで待つか。そうそう、ありがとうみんな。ちょっとなんかアットジャムの日もさ、なんかろくに配信してないからさ、なんかちょっとね、なんか申し訳ないんですけど、てか平日だからさ、なんかあの、そう、でもなんか明日もなんか多分できないから、できないっていうのはあの夜できないから、夜もできないから、そうそう、配信お疲れ様。ありがとう、大事にね、大丈夫大丈夫、今日楽しみにして、ありがとう。